下関市立豊浦小学校は山口県下関市長深めの校2丁目にある公立小学校。山口県立長府高等学校と下関市立豊浦幼稚園と隣接し、周辺には下関市立長府中学校や山口県立豊浦高等学校があり、長府の教育の中心地といえる場所に位置する。広い敷地と140年以上の歴史を持っている。 同調布地区にある下野関市立調布小学校は本校が分離したものである。なお、学校名は調布の古名が豊浦であることに由来する。したがって、読み方は豊浦であり、豊浦ではない。そもそも豊浦軍の軍名も軍の中心地が調布にあったことによるため、豊浦小学校と旧豊浦軍は全く無関係な名称というわけではない。 現在、調布の中でも住居表示が実施されていない地域では、下関市大技豊浦村のような大技なとして、豊浦の地名が残っている。豊浦小学校と同様に、豊浦高校も読み方は、豊浦である。開校の起源は、1792年に、調布藩によって開校した、軽業館と1864年調布藩市によって開校した。 修道場が起源と言われている。現在でも生徒数が県内でも多く900人近くの生徒がいる。図書室と音楽室は2教室ずつあり、理科室、普通教室にはインターネット接続されたパソコンがある。その他、本校独特なものは下記の通り、校地内にあり学校に関する資料などが保存されている。普段は育友会が使用し、 児童が立ち入ることはない。本館4階にあり、教育や生活に関する資料が保存されている。磁石式電話機や田植え菊社の図ダ袋が保存されていたりと、貴重な品がある。郷土委員会という児童委員会もあり、児童と教員が保存活動をしている。本館4階にある全面カーペット床の多目的教室。学年集会等はここで行われる。 グランドとは別に、児童が自由に遊べるアスレチック広場である。かつて六校舎が建っていた場所にあり、生徒検証により取り壊された際、育友会などが働きかけ作られた。様々な遊具があり、中央に二つの人工山があり、吊り橋で繋がっている。奥には調布の歴史を物語る数多くの石碑や、相撲の土俵、図工の授業で使用する、焼けようがある。 毎年1月下旬に行われる。6年生がマーチングバンドを引退し、5年生に指揮棒や楽器を引き継ぐ。ここで6年生は最後の演奏をし、5年生は初めて全校の前で演奏する。毎年11月中旬に開校記念日を設け、育友会が主催するバザー。学習発表会も同時開催する。この日には学校を開放し、 多くの来客で賑わう。毎年6年生が結成する。大半の児童は鍵盤ハーモニカを受け持つが、金管クラブに所属している児童は金管楽器を、また、マーチングバンドのために結成される、古敵隊に参加した児童は、各楽器を受け持ち演奏する。演奏する曲目は、校歌、校用の二式が手掛けた、行行記念歌が恒例曲で、 もう一曲ポップス曲が毎年違う曲で選ばれ、演奏される。運動会やとよら、祭りのエンディング、卒業式の最後に披露される。3年の終わりに、オーディションで選ばれた4から6年が所属するが、4、5年は練習以外は演奏することがほとんどない。トランペット、トロンボーン、ホルン、スーザフォンなどがある。金管クラブのみ、 調布地区のイベント等で演奏することもある。5年の終わりにオーディションで選ばれた6年が所属する。小太鼓、中太鼓、大太鼓、ティンプトン、鉄筋、木筋、シンバルなどがある。本校には有志で活動する合唱クラブが存在する。NHK 全国学校音楽コンクール小学校の部において、山口県大会、中国ブロック大会での金賞受賞や、 全国大会出場の経験もある。ちなみに獲得したトロフィーや賞状は職員室前に飾られている。ありがとうございます。